赤木団三三七拍子いくぞせーのピッピッピはいピッピはいピッ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 ピはいピッピはいピッピはいピッ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 ピはいピッ群馬県から笑顔発信赤木団ですよろしくお願いしまーす。はーい、皆さん雨が降ってきちゃいましたけど、群馬の頑張る中小施設フェアにお越しいただき本当にありがとうございます。を見たよって方もたくさんいらっしゃると思うので、私たち赤木団の説明をさせてください。私たち赤木団はここ群馬県を拠点に活動しているアイドルグループです。ライブ活動の他にも群馬県を元気にしようと地域貢献活動に取り組んでいます。はい、まず一つ目は病院や老人ホームなどへの訪問活動を行っています。今までになんと2万人のおじいちゃんおばあちゃんと触れ合ってきて、そんな中で認知症の方への理解をもっと深めたいと思い、メンバー全員認知症サポーターの資格を持っていて、群馬県から認知症アンバサダーに任命されています。イエーイ。はい、2つ目はエコ活動です。 SDGs の15番陸の豊かさを守ろうという活動の中で、私たちは赤城山に赤城山の森というものを持っていて、植林活動やゴミ拾いなどのエコ活動を行っています。イエーイ。はい、3つ目はリサイクル活動です。地域の皆さんとプルタブを集めて、それを車椅子に交換し、県に3台全部の市に寄贈することができました。イエーイ。はい、そして4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、キャベツ、温泉、世界遺産などの PR ソングを歌って、群馬県の魅力を全国に発信しています。イエーイ。はい、そんな活動が認められて、赤木団アイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さんともに群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで今回は、はい、マッタンが一日駅長を務めました。はい、はい、マッタン朝から駅長をされてますけれども、どうですか。そうですね、足元の悪い中、たくさんの皆さんが朝からオープンの列で並んでいてですね、本当に待ち望んでいたイベントです。なんとこのイベント5年ぶりの開催ということで、ね、こちらではおなじみのイベントだったと思うんですけど、やっとコロナ明けでこうやって大々的に開催することができて、そんな中一日駅長をさせていただいて本当に私も嬉しいです。イベントを盛り上げられるようにこの後も頑張ります。というわけで、はい、じゃあここからはそんな5年ぶりに開催されるこちらのイベントを盛り上げるべく皆さんと乾杯。